新しいポーディアムライトシステムが SU ポーディアムバージョン 2.5 と一緒にリリースされました。スポットライト機能が大幅に改良されたほか、主にライトの挿入・編集の別の方法も加わりました。ライトシステムには使いやすいインターフェースとライト挿入のスナップメソッドが装備されています。アクセスするにはポディアムライトシステムパネルアイコンをピックします。スポットライトを作成するにはスポットをピックします。オムニライトを作成するにはオムニをピックします。クリエイトボタンをクリックすると配置プロセスが開始されます。ライトを作成する前に考慮すべきことがいくつかあります。出力値の範囲は1から100です。さまざまな色を適用可能にするカラーピッカーがあります。スポットライトは選択した面に円錐形状の光を放射します。内側の円錐はスポットライトの直径を制御し、外側の円錐はスポットライトのソフトシャドウ領域の直径になります。選択が済んだらクリエイトをクリックします。最初のクリックで赤い四角がモデル上のエンティティに配置されます。これが最初の推定点です。軸線の一つに沿ってクロスヘアを移動します。シフトキーを押せばクロスヘアが軸線にスナップします。2回目のクリックは光源を配置する場所になります。最後にビーム角度線を面上の位置にドラッグしクリックします。挿入後でもライトを編集可能です。ライトグループを選択し、ポディアムライトシステムユーザーインターフェースを開くだけです。またスケッチアップのアウトライナーを使ってスポットライトを選択することもできます。そのスポットライトはライトスポットグループとしてリストされます。ではこれをレンダリングします。これが最終イメージです。